はようございます。10月19日月曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは雨雲の予想、降水量の予想を見ていきましょう。西日本の太平洋側は朝から降り出しているところが多いのですが、午後になりますと次第に東日本の太平洋側でも雨が降り出してくるところが多くなりそうです。東日本方面に関しては降り出すと降る時間長くなりますので、しっかりと雨具を持って外出するようにしてください。では全国のお天気、アイコンで確認していきましょう。西日本や東日本の太平洋側、まだ降り出していないというところも多いのですが、この後は次第に降り出してくる見込みです。外出時に雨が降っていなくても雨具はお持ちください。一方、日本海側や東北エリアなど雲が広がりやすいところも多いのですが、日差しが届くところも多くなりそうです。ただ新潟県でしたり山形県、そして秋田県の南部など、こちらは隠れた前線の影響でにわか雨の可能性があります。局地的に強まる雨にもご注意ください。北海道も日差しは届くのですが、寒冷前線の影響で道でしたり、また道東オホーツク海側などを中心ににわか雨の可能性がありますので、空の変化にお気をつけください。日差しが届くところでは昼間は過ごしやすく感じられそうですが、雨が降る西日本や東日本の太平洋側を中心にあまり気温が上がりません。また上空の寒気の影響で北海道も北のエリアほど昨日よりも気温が下がるため、暖かくしてお過ごしください。以上、全国のお天気をお伝えしました。